クヒだ。大屋根は皆寺にして風薫る岩やさざ波。桐生君で何の用だったか。君と戦う中でブラッシュアップしてきた私の最強護身術がついに完成したんだよ。ほう、そりゃよかったな。うん、そこで今回はそのお披露目をしようと思って君を呼び出したわけだ。この護身術で君という最強の男を倒せば名実ともに最強護身術と名乗れるだろう。面白い。見せてもらおうか。それじゃあ行くぞ。ラストダンスだ。死ぬ、キリュウカズマ。最強の護身術を仕上げたつもりだったが、まだ最強とは名乗れないようだな。だがなかなか手強かったぜ。それだけ強ければもう十分じゃねえのか。いや、危機管理に十分なんて言葉はない。
絶対に安全なことなんて存在しないのだ。だが 100% 安全は無理としても 100% 安全に近づけることはできる。私は危機管理のプロとして生きる限りはそこを突き詰めていくつもりだ。そうか。ならこれからどうするんだ。実はまた海外に行こうと思っている。海外に？金はできたのか？できていない。だが世の中にはギャンブルという便利なツールが存在する。今実はバイトで金を貯めていてな。今度それを全てつぎ込むつもりだ。お前本当に危機管理のプロなのか？だがいずれにしても海外に行くのはもう少し先になりそうだ。それまではこの辺りにいるから、もし何かあればいつでも呼び出してくれたまえ。君には借りがあるからな。全力で協力させてもらうぞ。はあ、分かった。ん？どうかしたのか？いや、急に殺気を感じてな。気のせいか。誰かが見ていたような。そうか？誰もいなさそうだがな。まあ私の思い過ごしかもしれないな。だが気をつけておいた方がいい。前にも言ったが、最近の日本人は平和ボケしすぎていて危機意識が足りないだろ。よくわかってるじゃないか。もう君に私から教えられることは何もないようだ。じゃあな、君に危機が訪れないように祈るとしよう。グッドラック。